はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。放置少女というわけで、放置少女のお話なんですけど、今日はね、私今更なんですけど気づいたことが何個かあったんで、まあ、全然もうやってる人は絶対知ってると思うんですけど、とりあえずこれデイリーミッション、毎日ねデイリーミッションをこなすとね、なんだかんだ結構元宝とか稼ぐことができると。あとこれ、毎日100活躍度を達成すると、この、ね、デイリーミッションのね、で累計10日で SSR 副賞をゲットされできるらしいんですよ。これはねやってなかった。まあ、やっと今2日目です。まあ、今日やって3日目かな。うん、もっと早くやっておけばよかった。まあまだ私このゲーム始めてから多分まだ1週間ぐらいかな、多分10日も経ってないと思うんですけど、まあ、それでもちょっと出遅れたかなと。うん、これ絶対やった方がお得ですね。はい、あとはもう1個気づいたことがあって、どれだっけ、これか、この辺のやつちょうどいいか、違うな、1個だけかな、ラッキースターか。私これね、何も考えずにガチャ引いてたんですけど、なんか今 TUR 東卓になってるんですけど、ここね切り替えできるんですね。うん、東卓か副皇后か龍禅に変えられるということでね。うん、結構どれもいいよね。あ、しかもこの龍禅いい表現してるね。うん、龍禅が操り人形みたいな感じで操られちゃってますよみたいな感じ。てか本当になんかちょっとあれだね、ちょっと人形っぽくなってるのかな。うん、ちょっと面白いですね。三国志を反映してるというか。で、副皇后はもうめちゃめちゃフェロモンみたいな感じですね。なんかもうね、うん、ムンムンですね。まあ、実際東卓も可愛いから、まあ東卓も今ゲットしてるんですよね。ちょっとだけ、まあ120分の4なんですけど。うん、あとちょこちょこガチャ引いてるときにラッキーバフとかいうのが来ることもあったりとか、あとこの辺の自分でこのなんかもらえるやつで、まあ、ただ幸運券のことで併用不可って書いてますけどね。うん、まあちょっとね美味しいやつがあったりはするんで、私もブレイブルーのガチャ引くときに、まあ、ちょっとこれ以上引く気はちょっと今のところなくなっちゃったんですけど、多分ゲットできないっぽいからさ。一応このね、前はねちょっとラッキーバフ来たんで、回すんだったらね、2倍か5倍になるから、まあ、ガチャ回すんだったらラッキーバフ目指した方がいいのかなと。まあ、レイチェルは今回ちょっと多分私は無理かな。ちょっとね、課金税ではないので、厳しいかなと。というわけでね、せめて、あとはね、一応この、まあ、ツイッターは今度か、ちょっと裏でやりますけど、まあ、ツイッターも毎日最近ツイートしてます。で、一応、どうしようかな。あ、これフォローか。あ、これは違うやつだったわ。てか私フォローしてるのに受け取ってなかったな。おかしいな。あ、みんな見に行かなきゃいけなかったんだ。あ、これは迂闊でした。うん。で、こっちだね。ツイッターシェアの方ですね。人用図鑑東洋寺にシェア可能というわけでね。別に東洋寺はなかなか難しいんだけど、人用、ここにね、ここのところにシェアボタンあるんで、うん。シェアするだけで美味しいということでね。これやるだけでもいいですよ。まあ図鑑でもいいらしいからね。いつも私シェアボタンからシェアしてるけど、ここでも、多分誰か開かなきゃいけないんだ。なるほどね。うん。まあ人用ボタンからシェアした方が早いかなと。で、残りが、まだ今日やってないのが、高速戦闘、私基本的にはちょっと高速戦闘券も使わないので、多分基本的に無課金だと高速戦闘多分しづらいはず。で、装備の強化、訓練場の突破、通り上挑戦、副賞遊歴、まあ、ツイッターシェアとかね、毎日チャージも課金じゃないとできないんですけど、無課金でもね、ここまで130までやることは可能です。うん。というわけで、早速やっていきますか。一個一個ね。うん。まずは、遊歴に出しましょう。じゃあこれで。レッツゴー。で、これで遊歴ミッション達成しました。あとは、ボスを、せっかくだから今の18人を挑んでみますか。まあ、これね、ちなみに、クリアしないと消費しないんで、まあ、スキップしますけども、負けました。というわけで、一個下ぐらいのとこを、やっていきますか。負けましたね。結構1回勝ってるんだけど、負けどりは負けかな、勝ちました。で、これは3回、まあ3回全部やっちゃうとね、あの最新のところに挑めなくなっちゃうんですけど、まあその時はアイテム使うとかね。まあ今日は私もこれ以上多分伸びないと思ってるんで、はい、勝ちました。これで今日の分終わりで、あとが、一気にやっちゃいますね。あと通り上ですね。通り上がここね、情報同期化した方が美味しいですよ。さあ、順位を上げていきましょう。負けました。
あ、でもここそうか。これ時間制限あるんだよね。ちょっとね。そう。ちょっとだけ時間スキップしちゃうと早いんでね。あと私最近少女の調教ね、これやろうと思うんだけど結構忘れちゃうんですよね。割と時間が限定されすぎてて。1時間だけなんだよね。で、1日2回できるから、昨日は確かに両方ともいけたんだけどね、すっかりいろいろやってたらね、ちょっとお昼の分逃しちゃいましたけど、夜の分はね、しっかりやっていきたいかな。うん。で、とりあえずまあ、そんなん言ってる間に帰ってきましたね。でもね、ちょっと待ってね。あと4回。これは負けちゃうと挑戦回数な、あれなんで、まあ、できれば負けないように行きたいところですよね。うん。で、相対戦相手は入れ替えられるんですけど、まあちょっと私のランキング的に多分そろそろきついかな。強そうだな。勝ちました。1400円になりました。まあ一応ね、ランキング高い方が確かもらえる報酬もでかいんですよ。で、これで一応見に行くと、まあ、とりあえず3回相当しました。ユーレティ2回出しました。まあ、すでに1回出してたんでね。うん。あと、装備の強化ですね。はい。装備の強化は適当に、うん。まあ、適当にやりましょう。まあ、お金やパッパって使って。まあ、もっと強化してもいいかもしれないですけど、私はもっと強い武器、SR 武器かな？が手に入ったら本気出そうと思ったら、SR だか UR だか。うん。で、あとは、訓練なんですけど、訓練がやりすぎちゃうと、こうなるんだよね。覚醒用のアイテムがないから、これ以上バチョとかできなくなっちゃったんで、失敗しました。なんで、これ一気にマックスにしないように、逆に、刻む。3回ぐらい刻む。これにしないとダメかもしれない。だから、あえて最強にしないって感じかな。あれ、できてないんだけど。あ、これ違う、メインか。装備を3回強化するを達成しました。あ、待って。訓練、あ、違う。あれ私さ、もうやってる？あ、副将訓練3回行うもうやってたんだ。やっちまった。すでに達成しました。はい、すいませんでした。あとは訓練ですね。クエストからいきます。戦場のクエストから、こっちですね。戦役ステージじゃなくて訓練所ですね。で、多分最新には勝てないと思いますけど、これも負けても回数減らないんで、勝ちました！やった！じゃあ次行ってみよう。まあ勝てないと思うけどね。まあ一応上の方が報酬はうまい。あ、勝てる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 。どうした私。どうした私。めっちゃ強いじゃん。めっちゃ進むね。はかどるね。ほら、あ、強い！どうしたの？なんか私急にそんな強くなる要素あったっけ？わかんないけどね。うん。なんかめっちゃ強くなった。急に勝てるようになったけど。で、訓練で突破しました。これで80達成しましたね。うん。で、あとは、闘技場が残り2回とツイッターシェアで、130まで行きます。でもちょっとツイッターシェアはね、ちょっと映像に映しづらいんでやめときます。うん。まあ、それだけやるだけでも、まあ、とりあえずあと、とりあえず1個ね、その、訓練場、闘技場が闘技場を終わらせるだけでも、うん。いけるはず。とりあえず100はいけるから。ちょっと先に装備で変えていいですか。もっと強くなるっぽい。あ、強い。どんどん強くしていくぞ。うん。まあでもなんか最終的に主人公よりも副将の方が強くなる傾向があるらしいんですよね。うん。で、イベントで、なんだっけ。なんかのイベントだと、首相が出陣するんだけど、だから、まあ、私は一応主将最強装備にしてるからいいんですけど、副将がメインで活躍する場合は副将に最強装備してるから、その辺変えなきゃいけないっていうね、そのイベント時は。まあ、なかなかその辺大変そうですけどね。まあ、私はまあ、まったりやってるんであれなんですけど、まあ、基本的には一応メインのね、このサルウィンちゃんをメインに据えてるんで、うん。まあ、いろんなやり方はあると思うんですけど。あ、クールダウンしてるのか。勝てそうな人、一応私の戦闘力5万4000なんで、それに近い人が出てくるまで待ちましょう。負けるよりは勝ちたいよね。ランキング上げてしっていう。いや、言うて限界かな。はい。まあ、始めたばっかのね、まだ私がね、いけるラインも少ないんですけど。じゃあ、情報同期化はもういける？あ、いけましたね。5万5000になりましたね。さっき装備変えたからちょっと強くなりました。さあ。これは無理っぽいな。まあ、とりあえず適当に挑んで散っていくしかないか。うん。6万台の人に、あ、5万台の人いましたね。まあ、勝てないと思いますけど、負けましたね。うん。で、あと2回挑まなきゃいけないのか、ちょっとあれですね。うん、そこだけ移して終わりますか。とりあえず、闘技場戦闘20、ちょっとあと20もらえるんでね。で、ツイッターシェアは30もらえるから。だからこれをやるだけで1日130ですね。高速戦闘と毎日チャージを除けば、全部無課金でもできるので、うん。はい。
これはおすすめですってか、絶対これやった方が良かったね。これをミスったな。そして私はそろそろ新しい副賞が欲しいんですよ。てか副賞が不足してると、本当このデイリーミッションもね、刻まないといけなくなるから、さっきのあの副賞のこの副賞訓練か、副賞訓練が刻めなくなっちゃうんで、これ一気にやりすぎちゃうとね。うん、だから副賞集めていきたいなっていう話ですね。そろそろ来たかな。うん、行きましょう。でもちょっとは勝ちたい、勝ちに行きたい。6万台、あ、5万1000勝てるか。勝ちました。ランキング上げていく。はい、で、まあ豊かあと4秒とかだから待ってもいいですよね。3、2、1、はい、来ました。まあそんなに長くないからね、待ち時間も。6万3000、6万2000、まあ勝てないでしょうけど行きましょう。負けました。で、これで達成ですね。これで100達成したんで、ここがもらえます。3、元宝300でかいですね。はい。で、やっていくと、あれですね。で、一応あれかな、弁士が、累計10日で SSR 副賞をゲット。累計10日、あ、そうか。いや、でも9日でもらえるんじゃないの ?9 日目でもらえるのか。累計10日。まあ、言い方によるね。うん。とりあえず、あ、欲しいんで。はい、弁士をゲットして私は頑張っていきたいかなと思います。というわけで今回はデイリーミッションに関するお話ですね。ちょっとやった方がお得ですよっていう感じですね。ではでは、さようなら。